コエッタの19世紀のスウェーデン語訳より、エーギル・トラーン、9人の娘たちが、大鍋にビールを用意している。エーギルは、北欧神話に登場する神の名前である。海の神であるエーギルは波しぶきを思わせる白髪、白髭の姿をしていると言われる。船に噛みついて破壊することがあり、死では、エーギルのアギトという表現もあるという。戦で死んだ者が、 オーディンのもとへ連れて行かれるのなら、海で溺れ死んだ者はこのエーギルのもとへ連れて行かれると言う。なお、エーギルの語源は、迎え入れるもの。エーギルは、アース神族のために主演を模様すなど神々に近い立場にあるが、所属するのは巨人族である。しかしラグナロクの際に、神々と戦うことはないようである。その主演の様子が、コエっタのロキの口論に描かれているが、 エーギルが会場に運び入れた黄金の輝きによって、照明は不要であったとされている。妻の名はラーンで、こちらは目を使ってナンパした人を海中に巻き込むと、されている。語源は、奪い取る者。夫妻の間には九人の娘がおり、波の乙女と呼ばれている。父は、ホルニョオトと言われている。コエッタの、ヒュミルの歌第二説において、エーギルがミスコルブリンディの子に、 そっくりな岩の住人と呼ばれているが、このミスコルブリンディとは、ホルニョウとの別名ではないかと考えられている。同じ父から生まれた兄弟に、火を支配するロキと風を支配するカーリがいるとされている。メ使シスには、フィマフェングとエルディルがいるが、フィマフェングは、ロキの口論の冒頭で、ロキに殺されてしまった。ロキの口論の冒頭には、エーギルが別名。 ギュミルとも呼ばれる、エーギルと書かれているが、工場神フレイの妻となる巨人エルズの父もまた、ギュミルという。エーギルとギュミルは共に海の家人グでもあり、二人が同一視されることもある。しかし、口論第42節では、舞台となる広間にエーギルがいながら、ロキがフレイに向かってギュミルの娘という言い方をしている。北欧神話の渡積みには他に、 ニョルズがいるが、ニョルズは、いわば公安の神であり、人間の海にまつわる活動に関係している。対して、エーギルは外海におり、人間に無慈悲な自然現象の面を象徴している。ありがとうございます。